さあ始まりました、アンコウ釣りフィッシング。アンコウです。伊沢です。はい、今回初心者に超おすすめ五目釣り、打たせ五目行ってまいります。今回ね、初心者向けってことで貸竿で。ああ久しぶりだね。久しぶりだね、貸竿。電動使う必要もないからね。そう、貸竿ね、電動じゃないやつはね、500円だよね、借りるの。借りといた方がいいよ。楽だよ、本当に。とりあえず貸竿がいいよ。釣れるのもすごいよな、種類。その時まちまちだけどさ、サンバソウとか体型が釣れるのとさ、カワハギとかのハギ系が釣れるじゃん、フグが釣れるじゃん、ヒラメも上がったりハマチ上がったりしてるじゃん、あとポチがおったり、あとカサゴあるよね。そうだよね。本当に多分ね、初心者でも簡単でね、何でも釣れるね。多分通年通して一番初心者にいいと思うよ。行くのが今回石川丸でね、あ、船選びに困ったらその船のホームページ見るのが一番だ。ホームページがさ、めっちゃさ見やすくて、レイアウトがいいところはさ、初心者向けだよね。ああ、それはあるね。これすごいね、見づらかったりとかね、淡々としてるところはね、クロート向けだね。大体多分ね、今回基本ね、ヘダイに襲われ続ける釣りになると思う。ヘダイに襲われながら我慢して釣っとると、ちょっといいやつらが来ると。でも、もし最初の1投目でヘダイ以外を釣ることができるならもう勝ちだわ。いいの釣ろう。ヘダイはカウントしないからね。ヘダイカウントせず考えよう。よし、よし、行くぞ。よし、さあ釣りの前の腹ごしらえだ。柱ごしらえ、これをね、怠るとね、マジ酔うで。船が出る1時間前には食っといて、乗るときにはある程度消化さしとかんとね。バカ食いも禁止だよ。何同じの買ってんだよ。珍しいな、かぶった。あとはね、船で食べる飯をね、買っとかんと。一応ね、汚れた手でも食べられるようなおにぎりをチョイスして持っていってるから。おにぎりでも、あの後付けの海苔のやつはダメだよね。あれは手を使うもんで、こういう、こういうやつ。はい、行きましょう。状態ですので、ロッドキーパーにつけて行わないように、小さい当たりも
本当か、あ、まそうか、あ、本当だ、来たじゃん、あ、まそうだ、あたりがなかったら水を上げて、あたりは下手を確認して、下手を確認して、下手を確認して、あの、お願いされたら必ず来た、あげる、まあ、また散歩動画でストップを見せたことが出たりすると、あたりだけ
早っ。大だこれ。